明日投開票される衆議院選挙に、県内では昨日までにおよそ31万人が期日前投票をしました。広島市中区の本川小学校の体育館では、市の職員ら17人が投票箱や記載台の組み立てなどを行いました。広島市内では小学校や集会所など278箇所に投票所が設けられます。今回の衆議院選挙から区割りが変更され、県内の小選挙区は1つ減り6つとなっており、合わせて21人が立候補しています。3年前の前回の衆院選では県内の投票率は戦後3番目の低さとなりましたが、県選挙管理委員会は今日、期日前投票の中間状況を発表しました。県内で昨日までに投票を済ませた人は有権者全体の 13.65% に当たる31万1050人で、前回と比べておよそ 0.5% 少なくなっています。投票は一部の地域を除いて明日午前7時から午後8時までで即日開票されます。